ウォーター。はい、おはようございます。今日は埼玉県リーグ1部第13節、今季も残り4試合となりました。で、今日の対戦相手が、世の周今回ということで、リーグ戦の1日を取っていきたいと思います。で、早速準備していきます。ウォーター。はい、今試合会場の SFA フットボールフィールド、埼玉県加須市にあるグランドに向かっております。で、また今日もね、長旅になるので、今日は簡単でかつ美味しいサラダチキンの作り方を紹介したいと思います。どうぞ。はい、今日は、鶏の胸肉を使って、簡単で美味しいサラダチキンを作っていきたいと思います。はい、そしたらまず、お湯を沸かしてください。まあ、お湯はできるだけ多めの方がいいと思います。そしたら鶏肉の、皮を剥ぎます。これはまた別の時に使ってください。そしたら結構1枚がすごく分厚くて火が入りづらいとかっていうやつの時は、少しスライスします。まあ、大体同じくらいの、分厚さになりました。そしたらこれを火が通るようにするためと、あと味がしっかり入るようにこんな感じで隠し包丁を入れます。隠し包丁を入れたので、今日は味付けを、こちら、ハーブソルト使いたいと思います。もうこれ結構全体にまんべんなくしっかり振ってください。もう今回味付けはこれだけなので、まあ、これを使う量で、全部味が決まってきます。ではこんな感じでしたら、さっき、入れた隠し包丁のところにもしっかり入るようにこれを揉み込んでください。そしたら反対側にもやります。こちらも同じように揉み込んでください。で、これ味しか入れたらこれをジップロックに、しっかりと入れてください。で、この時に、ポイントとして、空気が入らないように入れてください。空気が入っちゃうと、しっかり中まで火が入らなかったりするので、この空気だけは、絶対に抜くようにしてください。で、これ入れたら、空気できます。はい、しっかりと空気が抜けました。そしたらこれを沸騰させたお湯の中に入れます。で、結構でも火を切って入れます。で、これ結構浮いてきちゃうので、重しを乗せてください。はい、重し乗せます。そしたらもうこれで、沸騰したお湯の温度が常温に下がるまで放置します。はい、常温に、この沸騰したお湯が常温に戻ったので、取り出していきたいと思います。で、こんな感じでちょっと、ドリップ出てるんですけど、これは鶏から出てる、油だったりとかするので、捨てちゃってください。で、これでもう完成になります。すごい、面倒さがり屋の自分でも継続して作れるサラダチキンなので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。はい、ということで、美味しく簡単なサラダチキンの作り方でした。で、まあ、この作り方だったら多分面倒くさがり屋の人でも誰でも簡単にできると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。で、冒頭にクリスティアーノ・ロナウドの記者会見で のウォーターのくだり、ちょっと分かる人にしか分かんないと思うんですけど、まあ、やったんですけど、まあ、あれはちょっと彼の意識の高さがすごい出たところじゃないかなと思って、自分もそれを見習って肉体改造を本格的に、筋肉をつけて体を絞っていくというのを本格的にやっていこうと思うんで、今日紹介したサラダチキンなんかを中心に食べて、やっていこうと思います。その体の変化とかをちゃんと数値として記録していくので、それも紹介していけて、まあ、何か皆さんの参考になるものがあればなと思うんで、またそれも後日、紹介していきたいと思います。でも高速降りたんで、いつもの場所に向かっていきたいと思います。
はい、今日もシエテ温泉にやってきました。購入品です。リポディと、ウィダー、リンゴジュース、キアネギリ、焼き鮭、これ初めて見たんですけど、冷やし甘いも絶対これ美味しいと、あと、肉まんです。今日のスタメンです。やった。じゃあ試合会場向かっていきます。はい、グラウンド到着です。今日だいぶウェッティな気がします。
それは点取ったらカメラ回りますよ。それは回りますよ。今日の得点を振り返ってください。いやー本当にずっと我慢してたんですけど一回は行こうと思ってスルスルって上がったら来ちゃいました。ありがとうございます。開けてよかったです。お疲れ様でしたってことで、2対0でなんとか勝つことができました。0対0の時間が長くて、終盤に2点取ってなんとか勝てたっていうのはチームとしてもすごく大きくて関東昇格プレーオフに臨むためにも非常に大きな1勝になりました。でもやっぱ自分はそこに出れてないので、今から三杉台のいつものグラウンドに行って自主トレしに行きたいと思います。はい、自主練終わって、結構雨降ってたのでエンディング撮れてなかったんですよ。なんで、今、エンディングを撮っていきたいと思います。で、やっぱ今日、自主練の方なんですけど、いろんな思いを持って、試合出れなかったりとかそういうメンバーたちだったので、非常にいい練習ができたと思います。やっぱねサッカーやってる以上試合に出ないと意味ないと思うんで、ちゃんとメンバーに食い込んでいけるようにまだまだ、自分も頑張っていきたいと思います。今ちょうどね晩ご飯食べるところなんですけど、今日の動画で紹介したあのサラダチキンを晩ご飯に入れているので、ちょっと晩ご飯の紹介もします。今日の晩ご飯です。で白米と味噌汁納豆でこれ、今日あの動画で紹介したサラダチキンをほぐしたものになります。すごい味もしっかり入ってて美味しいので、あのぜひ皆さんもやってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。